ニーボリ排水路記念品は月区使家室に所在する暗局間の飲み口ニーボリ排水路は埼玉県蓮田市、埼玉市岩月区、白岡市を流れる農業排水路である。ニーボリとも称される。ニーボリ排水路は黒浜上沼に源を発し、蓮田市、埼玉市岩月区を流れ、白岡市大田洗いと南埼玉郡宮城町、金原の境界で、 早と堀川右岸に合流する延長4トル、流域面積は8平方キロメートルの農業排水路である。源流の付近に元荒川が流れているが、古隅田川同様、そちらの方向には流下せず、むね北東方向に流下し、途中、大宮大地の次第であるジオン寺次第と内巻次第の2カ所を暗渠で横断し、それらの大地の谷間を流下する黒沼用水が、 福越で立体交差する。1868年山城堀に代わる排水路として改作された。以来何回も改修工事が行われており、特に太平洋戦争前後に行われた工事では、大地を横断し日光を成り街道と交差する暗渠部分で地表面が戦時中の資材不足に起因する陥没事故を起こす難工事となり、 現在の構造物が竣工したのは排水路の改作から111年が経過した1979年4月のことだった。日光大成街道と新堀排水路が交差する地点に東川の記念碑が設立されている。新堀排水路と早と堀川の合流点。ありがとうございます。